LM-99 はかつてロシア連邦に存在した輸送用機器メーカーのペテルブルク路面電車機械工場が旧ソビエト連邦諸国向けに展開していた路面電車車両71から134という形式番号も付けられている一両でも走行可能なループ線が存在する路線に対応した片運転台のボギー車形式名の 99は1999年に最初の試作車が製造されたことが由来となっている。車体は構成で、先頭部分は繊維強化プラスチックによって作られている。車内にはクッションが内蔵された一人掛けの座席が設置されており、配置は一列一列、一列二列から選択可能である。上高扉は右側面に設置され、仕切りによって 客室と区切られた、運転室には独自の乗務員扉が存在する。主電動機は、各台車に2基設置され、自在継ぎ手や歯車によって車軸に動力が伝えられる、直角カルダン駆動方式が用いられる。工述の通り制御装置は、サイ再一体操制御、抵抗制御、VVVF インバータ制御の3種類が採用されており、VVVF インバータ制御方式以外の車種は、 連結運転時に前方の車両から一括で全車両の操作が可能な総括制御に対応している。運転席からの速度制御には全車種とも間接自動制御が用いられる。制御装置は電気ブレーキ、ディスクブレーキ、非常用の電磁吸着ブレーキが搭載されており、ディスクブレーキは空気式、電動式双方から選択可能である。 LM-99 系統上当初の塗装 LM-99 アブ初期車の塗装 LM-99 が導入された都市は以下の通り。このうちモスクワ市電や火山市電では機器の故障頻発に加えて超低小電車導入によるバリアフリー化の進行から置き換えが進んでおり、全車については他都市への譲渡が積極的に行われている。ありがとうございます。